とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ソウルビルド、使ってますか？使ってる人は多いかと思います。俺もね、結構使ってるんだけども、ソウルビルドで、羽ぴょんしないやつって、作ってみたくないですか？俺ね、ちょっと作ってみたいなと思ったんですよね。ソウルビルドになると、まあ、このね、夜の棒、もしくは失われた魂の棒、まあ、これを装備して、羽、ハーベスター、苦痛の矢筒、まあ、大体そういう感じになると思うんですけども、これじゃなくって、これ魂のハンタークロス棒、これで、ぴょんぴょんしない、ソウルビルド、できないかなって思うんだよね。ならば、これを厳選するにあたって、どのエンチャントがいいかって思うと、まず、球根は絶対いるね。球根。で、マルチショットいる。球根、マルチショット、で、ソウルをたくさん入手するために、成長かなと思うんだよね。マルチショットの成長だったらば、ものすごいいくのよ。で、それで吸収して、で、流れ込む魂かな。武器に流れ込む魂を入れてもいいけども、武器は、鞭をつけて火力出した方が安定しそうなので、エンチャントは、これでいきます。流れ込む魂。そして、マルチショット、球根の成長ですね。その4つ、どれかが黄金についてるやつを探してみたいと思います。今日も古代狩りですね。頑張って、回っていきましょう。はい、それでは周回終わりました。いつものごとく2時間ちょいですね、回ってきましたけども、意外とね、出やすかった。うん、意外と出やすかったんで良かったですね。で、汚れたクロス棒、こっちでもいいかなと思ったんだけども、こっちソウル系じゃないね。ソウル系じゃない。うん、ソウル系の棒ガンってこれとあといくつかしかないよね。でもこれが連射力があるので、マルチショットとか使うならば絶対これなんだよな。うん。まあまあとりあえず、どれぐらい出たんでしょうか。1、2、3、4、5、6、19個か。まあそんなもんでしょうね。まあまあ見ていきましょう。欲しいのは、なんだったっけ、流れ込む魂、そしてマルチショット、球根の、成長か。うん、妥協案はないよね。他に妥協案は、ないね、ないね。もうその4つだな。はい、その4つでいきます。まずは、連鎖反応さん。花火ビルドで使えそう。いや、でも、どうだろうね。花火でも良さそうね。実際今、ハープクロスボウで使ってるけども、こっちでも使っていけそうよね。うん。3回出て、その1回1回にマルチショットの判定がつくから、当てやすくはありそうね。一応取っとこうか。連鎖反応さん。うん、一応これ取っといて、花火ビルドで使えそうなら使おう。もともとは、魂の共鳴がついてるのね。そうか。花火ビルドは、クリティカルが乗るっていう話だったよな。確か。なら、共鳴も一緒に乗るでしょ。いいでしょう。で、こっちはダイナモがつくんだよね。マルチショット2。マルチ2は 30%。やっぱりそのね、40%、30% の 10% の差が結構でかいので、不採用でいきます。今日は厳しくいきますよ。まあ、いつも厳しいけど。毒の雲。話にならないね。次。ちょっと待って。さっきもだよね。連鎖反応いっぱい出たな。まあ、下のエンチャントがいい方を残しましょう。ダメだね。どっちも変わらんな。どっちも変わらんな。リフレッシュついてるんで、こっち残しましょう。重力3いりません。強打。いらないね。まあ、強打とか、効果は上がったよね。5% ぐらい上がったのかな？ 5% じゃそんなにね。
まあ、下に球根マルチショットはついてる。でも、クリティカルはいりません。よこわ。あー球根2か !2! 球根は、135だよね。135。やっぱ3と5じゃ全然違うな。2だとちょっと集めきれないかもしれないので、不採用。だけども、ちょっと取っとこうか。いや、2が出たか。いや、3が出る可能性ある。あー、テンポセフト2はいりません。いや、惜しいね。下は?あ、下成長ついてる、ついてる。おー、いいんじゃないですか。マルチショット3。取っとこうか。うん。一応、花火ビルドで使えるかもしれないので、こっちも取っとこう。はい。んで、追い打ち3。いりません。毒の力。毒の力もね、強そうな気はするよね。矢がだいぶ節約されますからね。十何本か、毒矢が増えるので、いいもんね。で、光もいりません。こっちは、爆発に。ダメだね。弓系で爆発って俺使ったことないな。多分そんな使えないとは思うんですけどね。ちょっと待って連鎖反応出すぎでしょ。いやー、そうか。でも、そうかそうか。どっちでも、花火ビルドは使えるのか。どっちがいいんだろうね。まあ、下は、リフレッシュがついてるぐらいか。あんま変わりはせんね。売りましょう。もう終わりじゃない?そろそろ。成長 3! 汚れたに成長3がついてる。でもこっちはね、ソウル系じゃないんですよね。やっぱソウル系じゃないと、回収しきれないので、ソウル不足になるよね。無理だな。こっちは、うわー、無限 3! 無限か。いや、そうか、花火ビルドで欲しいのは、無限と、マルチショット、で、連鎖反応リフレッシュか。いや、花火ビルドできるやつはね、結構出てる。これ違うな。これか、これか、これだね。はい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 。どれを残すかだ。まあ、どれ残してもいいんだろうけど。いや、でもね、ソウルビルドで無限は、使わないかなぁ。いや、いらんよね。ソウルビルドに無限はいらない。使いません。で、花火に特化するな今日のは。花火に特化する。これも連鎖反応とリフレッシュが入ってますね。で、採掘者が2か。珍しいね。採掘者が重複するのもなかなか珍しいですけども、いや、いらないね。でもこっちの方が、下が333なんで、つけやすいね。こっちにしましょう。で、出らんかったか長弾は違う。普通の矢筒は、長弾しないので、使えません。ちょっと出なかった。ソウルビルドで使えそうなやつはなかったんですけども、一個あり、あったね。球根2はこれはね、いいかもしんないけども、3が欲しいな。多分ね、2じゃ回収しきれないもんね。まあ、花火で使えそうなやつが3つあるので、まあ、どれか残しましょうかね。どれがいいだろうな。見た目としては俺、汚れたクロスボウ結構好きなので、これを残そうかな。採掘者2で結構珍しいので、これを残して、あとはもう、売っ払いましょうかね。はい。では今日はですね、これ、魂のハンタークロスボウを探したんですけども、ちょっと出なかったですね。惜しいのがあった。で、花火ビルドは別に、探してなかったけども、こっちの方は出たんだよな。まあ、もう少し厳選してみて、出ないようだったらば、この球根2
の方で試してみようと思います。多分使えると思う。うん、バッて打って吸収して寄ってきたらハーベスターでぶっ飛ばす、そういう感じだね。まあ強いかどうかは分かんないですけども、もうちょっと探してみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。